督交代がありました。新監督となった富山、10試合勝利のないさぬき、それぞれサポーターの声援を受けまして、スリーポイントを狙う熱いゲームに期待をしたいと思います。負けるわけにはいきません。現在2位の松本の勝ち点差が8あります。さあ今笛が吹かれて前半45分がスタートしました。林道が前に大きくボールを蹴り出していくところ、後ろからも選手が上がってきて、さあ富山前に人数をかけてくる。ここでまたクロスということになりますと、中に入れてきた。さあどうだ、ヘディングシュート、決まった。マテウス、マテウス頭で決めていきました、先制。さあ見てみましょう、この右サイドからのこのボール、もう一度川崎、松、そしてこれもプレッシング、さあ奪うか、奪った。さあ前に出ていく、安藤が出ていく、狙っていった、決めた、追加点。狙っていました安藤、2点目が入りました。カターレ富山、パス交換をするところ、これを狙っていました、すかさず狙った。安藤が見事な出足、最後は1対1。一度下へ落として、さあ高橋、そして松岡運ぶ、松岡運んで中入ってきてシュートを狙ってくる、決めた。これも素晴らしいゴールです。松岡3点目、カターレ富山前半 3-0。 ここからこぼれたボール、高橋が松岡へ、そして松岡相手のディフェンスを見て大きめでした。そしてここでロングボール、さあ高橋、そしてスイッチしてシュートを決めて、あー安藤。後半に入ってこの安藤、ロングボールを入れてきました。こぼれたところスイッチして、中には岩本、縦へつけてくるがシュート、重松もう一度行く、クロスバー、押し込んだが、これはどうだ、オフサイド、フラッグが上がっています。さあ中に入れてきた、ちょっとボールを後ろへずれたところ、向こう側のタッチ、そしてここでボールが外に出たところで長い笛、試合終了です。